はいどうもめちゃんねるです本日ですねオリエンタルランドの子会社でありますミリアルリゾートホテルズの方からですねプレスリリースがねあったのでこのように動画を撮らせていただいてますそのね発表の内容がこちらですそう東京ディズニーリゾートトイ・ストーリーホテルの開業日がね決定したということでですね発表がございましたいや結構ね楽しみに待ってましたよ開業日はですね2022年の4月5日火曜日にねオープンということでございます いやーめちゃめちゃ楽しみです。もうね、遊び心あるホテルだと思いますね。はいでこちらのね、ミリアルリゾートホテルズに関しましてはですね、今、既存のホテルですね、ディズニー・アンバサダーホテルをはじめ、ディズニーシー・ミラコスタ、そしてディズニーランドホテルもそうなんですけれども、まあ、その他ですね、セレブレーションホテルであったりとか、なんとね、あのブライトンコーポレーション、浦安、京都、大阪にありますね、ブライトンホテルも運営をされてたりとかですね、あとはですね、共同出身にはなりますけれども、沖縄にありますね、ハヤトリージェンシー、セラガキアイランド、沖縄の、 運営にもね携わっている会社さんでございますなのでね、もうオペレーション自体はね、もうお手の物といったところだと思います。で、プレスリリースね、こちらに出しておきますけれども、もうね、多分ね、遊び心ある感じに仕上がってるんじゃないかなっていう風に思います。もうパースなんかもね、見るだけでも非常にね、楽しい感じしますよね。で、こちらのね、トイ・ストーリーホテルに関しましては、デラックスタイプ。 とバリュータイプのね。間のモデレートタイプというね。ホテルの位置付けとなってまして、ま科、あ、学的にはですね。比較的リーズナブルなホテルの部類には入ってくるような感じなんですね。ですから、セーブレーションホテルとアンバサダーホテルの価格帯の間ぐらいなのかなっていう風うに想定されます。まあ、後ほどね。ちょっと一緒に価格なんかを見ていければなという風うに思います。で、こちらのね。トイストーリーホテルに関しましてはね。なんと客室595室結構。 思ったようにね数あるなというふうに思いますけれども客室のデザインは、ね、基本的には統一されておりまして宿泊に必要な設備とシンプルなサービスにね特化することで価格をね下げているというコンセプトというふうになっておりますで客室の方はねこちらですねスタンダードルーム575室とスーピリアルーム20室からなる全595室となってまして 映画のねトイ・ストーリーホテルのアンディの部屋をイメージしたデザインで統一されているという形ですね。店員に関しましては大人3名の客室に関しましてはレギュラーベッドが2台とトランドルベッドがね1台あるという形ですね。で、店員4名のね客室に関しましては4台目のベッドとしてプルダウンベッドを設置されているという形です。でお部屋の広さなんかもねこのように記載がもうありましてね、だいたいやっぱりね27平米ぐらいから広くてもね55平米ぐらいと。 いいったところでございますでお部屋のタイプに関しましては、ですねパーシャルビューといって、ディズニー・リゾート・ラインのベイサイド・ステーション側のねまあ、3階、ちょっとね目線が隠れるお部屋、あとねベイビューといって、まあやっぱり東京湾をね望めるお部屋、あとはねスクエアビューとなりまして、中庭の、ね、トイ・フレンズ・スクエアをご覧いただけるという形になってます。これは多分ね駐車場と ホテルのね、間、ここをね、望めるような形になるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、レストランもね、非常にね、可愛く仕上がってる感じです。まだね、あくまでパースのみなんですけど、ロッツォガーデンカフェとなってまして、映画「トイ・ストーリー3」に登場するピンクのね、クマのぬいぐるみのロッツォをモチーフにした店内でなってましてね、朝食とね、ディナーをビュッフェスタイルでね、食べられるレストランというふうになってます。どんなね、感じで出てくるんでしょう。めちゃめちゃね、楽しみですね。で、ホテル内にはですね、 ギフトプラネットっていうお店があってですね、まあ、ディズニーショップとですね、あとね、ショップトゥギャザーっていうホテルショップがねあるような形でございますで。スリンキードッグパークっていうのがですね、ホテルのエントランス正面に広がる広場となってまして、こちらね、ゲームボードをイメージしてまして、バズライトイヤーやね、ジェシーのキャラクターの像なんかもね、立ってるという形です。もうここだけでもね、結構写真で楽しめるエリアになってるんじゃないかなというふうに思いますね。そしてね、中庭の方にはですね、トイフレンズスクエアという広場がありまして、ロビーを、ね、抜けた先にある中庭となってまして、ウッディやね、 ボーピープのほかさまざまなおもちゃのキャラクターがね像が立ってるっていう形なのでもうね館内だけでも結構楽しめるホテルじゃないかなっていうふうに思いますそしてね嬉しいことにこのパークチケットの取り扱いもねちゃんと明記がされておりましてチェックイン日を除く滞在日のね東京ディズニーランドまたはディズニーシーのワンデーパスポート1名様につき 1>, 1泊1枚ご購入いただくことができるという形です。チェックイン日はね。除きますので、その前かチェックアウト後のチケットをね。購入していただくことができるという風になってます。あとですね主なサービスとしまして、オンラインチェックインがね。可能であったりとか、エクスプレスチェックアウトができるよっていうことであったりとか、とバゲッジデリバリーサービスっていうのがありまして、舞浜駅出ていただいて左手の方にですね。ウェルカムセンターというところがあります。そこにねチェックイン手続きしていただいて、まあちょっとね。荷物を預けることができますので、まあ大体ね。多分チェックイン時間の3時4時ぐらいに届くような形になるんですけれど。 も他のディズニーホテルと同様にですね荷物をね運んでくれるサービスが利用可能ということになっておりますそしてねトイ・ストーリーホテルのね概要などがございますはいもう地上11階建て地下1階につきのね建物というふうになってましてホテルだけでですね4万平方メートルのね延べ床面積をね持ってるホテルでございますで客室は595室なんですがこれはね3階から11階というふうになってまして2階1階に関しましてはレストランだったりとかショップがね入ってるような形に なってますで、こちらですね、もう公式のホームページなんかにもね、出てますんで、一緒にね、見ていきたいと思います。行ってみましょう。はい、このようにですね、公式のホームページの方にもね、もうトイ・ストーリーホテルということで出ております。いやー、いいですね。ようこそ、ディズニーリゾート、トイ・ストーリーホテルへということでね、画像なんかもこうやってね、切り替えることができます。これ、ね、ディズニーピクサイガトイ・ストーリーのシリーズがテーマのホテルとなってますということでね、で、お部屋のね、概要とか、パースなんかもこちらでね、ご覧になっていただくことが可能となっております。 はい、そしてね東京ディズニーリゾートトイ・ストーリーホテルの魅力特典としましてディズニーピクサー映画トイ・ストーリーシリーズの世界観当然ね えこれがもうモチーフとなってますで手軽にお楽しみいただけるモデレートタイプのディズニーホテルとなってますということであったりとかあとお部屋ねアンディのお部屋をイメージした客室そしてねパークへの便利なアクセスということがねやっぱり売りというふうになっておりますねはいで続いてですね参考までにですね上海のねトイ・ストーリーホテルって大体いくらぐらいなのかっていうのをね参考にしていこうかなというふうに思いますこれがですね土日でね予約を取った場合の価格を出させていただいてますガーデンビューでですね1300円そしてねコートヤードビューで1400 400円、えー、パークビューで1500円というふうになってまして、ここにですねまあ、税だったりとか、さらにね15%のサービス料がつくような形になりますので、日本円にすると大体2万5000円から3万円弱ぐらいというふうになっております。はい続きましてね、セレブレーションホテルの価格の方ね見ていきたいと思います。これ、11月のね価格となってまして、もう土曜日とかね埋まってしまってますね、えー、大体1泊あたりね2万9500円、2万6000円ぐらいとか、安い時で2万1500円ぐらいという感じですかね、12月とかだとどうなんでしょう。 これもね、まあ、25日とかね、やっぱり高い日でね、4万6000円ぐらいするような形になりますね。はい、続きましてですね、ディズニーアンバサダーホテルの11月の料金となってます。これもですね、やっぱり土日、高いですね、土曜日で8万2000円とかですね、平日で3万8000円から4万2000円ぐらい、11月の27とかだとね、12万2500円、間って言われてもどのくらいの幅なんでしょうっていう感じですね。はい、で、12月に関しましても大体同様ですね、平日で4万2000円とか、まあ、 25日の土曜日などで8万1500円というふうになっております。はい。ということでね、いかがでしたでしょうか結構ね、足早に見ていきましたけれども、まあ価格的にはね、まあ想定だと多分ね、3万円半ばぐらいから4万半ばぐらいなのかなというふうに思ってましたけれども、まあやっぱり土日とかだとね、結構上がってくるような形なので、まあそれでもですね、多分セレブレーションホテルよりちょっと高くて、アンバサダーホテルよりちょっと安いぐらいという形になるんじゃないかなというふうに思います。はい。 まあ、参考になれば幸いですでトイ・ストーリーホテルなんですけども、外観がね出来上がってきて、結構ワクワクしますけど、もともとはね、東京米 NK ホールっていうですね、まあ、ミュージックステーションのライブが行われたりとかですね、へいへいへのライブがあったりとか、まあ、高校生クイズがあったりとか、まあ、そういったところで、ね、使われてたんですけど、2013年12月にですねオリエンタルランドが取得して、まあ、開発を進めて、ようやくね、この2022年4月5日にオープンを迎えるということになります。 ね、あ、これでもね、結構楽しみです。予約に関しましてはですね、公式のホームページで決定次第ですね、発表がまたありますんで、そちらの方はね、随時またウォッチしていこうかなというふうに思います。まあ、4月予約ということなので、まあ大体想定できるのが早くて12月。ただね、ちょっと早いかなという気もしますんで、1月とかね、まあそこら辺ぐらいから、おそらく3ヶ月前ぐらいから予約できるようになるんじゃないかなというふうに、個人的にはね、思っております。はい。で、こちらですね、ホテルに関してはね、 ディズニーホテルでこれ5つ目ということになるんですけど、まだまだね、今ディズニーシーのパーク内でですね、新しいね、エリアを建築、増築中でございましてファンタジースプリングスというポートがね、今開発されている途中です。 この間ね、現地に行った時、だいぶね、できてきましたけど、その中にもですね、一応ね、ホテルが名前とかは決まってないんですけども、オープンする予定となってます。そちらもね、めちゃめちゃ楽しみです。お部屋に関しましてはですね、まあ、今のところね、高いと言われるディズニーランドホテルだったりとか、ミラコスタと同様ぐらいなんですけども、ラグジュアリーなお部屋に関しましては、それをまた超えてくるね、価格設定がされるというふうに、ね、言われておりますんで、いやめちゃめちゃ高いんだろうなっていうふうに思いますけども、楽しみなホテルがまだありますんでね、そちらの方も随時ね、 おそらく2023年ぐらいの開業予定ということで今ね、建築を進めているようでございますんでね、そちらの方も引き続きウォッチしていければなというふうに思います。はい。ということでですね、まあ、今回このトイストーリーホテルのですね、開業日の発表がありましたんで、急遽ね、このように動画を撮らせていただいております。予約がね、取れるようになったら私もぜひ予約を取ってですね、早く皆さんにね、レビュー動画をね、お届けできればなというふうに考えております。今回の動画に関しましてはね、こちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残してい,ていただ いただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、ツイッターライン、インスタグラム、クラブハウスやってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画では、ですねホテル宿泊レビュー、航空機搭乗レビューであったりとか、こういったね旅に関する情報をお届けしていきますので、情報のね取り逃しがないように、ですねぜひチャンネル登録とベルマークの通知ねオン必ずしていただいて、ですねチェックのほどよろしくお願いいたします。ではね、また次回、次の動画でお会いしましょう。